頓宮、27歳、4分8厘、0本、0打点、OPS278、率直な感想。さすがに2割5分くらいは打つんじゃね？ 1 年このままだったら笑う。ラオウも最初の年以外、パッとしないからな。オリックスは、安定して、成績残すやつが少なすぎ。まあ首位打者って、突然現れて、その年だけって、人多いやろ。常に、中軸に、固定されがちな本塁打王や、打点王と違って。頓宮守備、きついし打てないと扱いにくそう。地味に頓宮って2022杉本より、出だしやばいよな。杉本は1割5分くらい。お低迷して、下旬頃に0割台になったりしたけど、頓宮はもう4分8厘やん。頓宮配置度落として、調整いるよな。頓宮は正直当分、あかんと思うわ。我慢して、上で使い続けるより、下で調整して、ヒットの打ち方、思い出した方が良い気がする。規定ギリギリの3割7厘やからな。規定ギリギリでなんとか、首位打者みたいなやつはほぼ、各辺入って取れてるだけ。打撃タイトル獲得者、2024成績。こんなん無理だわ。